携帯や PC のブラウザーからアクセスできますので、ぜひご一緒に聞きながら見てみてください。まずはいくつかブレインを試してみます。それでは医師国家試験を合格した医療ブレインの実力をお見せします。こちらが内科問診ブレインです。それでは適当に話しかけていきます。こちらは、音声入力ではなく、テキスト入力になりますので、別の PC で操作をしながら進みます。喉の痛みがひどいのですが、何が考えられますか？このように医療に関して、行動の対応が可能になります。まあ、読み上げますと、喉の痛みがひどいとのことです。まずはいくつかの質問をさせていただきます。1、喉の痛み以外に発熱や鼻水、咳などの症状がありますか？喉の痛みは急に始まりましたか？それとも徐々にひどくなってきましたか？喉の痛みは飲み物や食べ物を摂取する際に特にひどくなりますか？お答えいただくて、症状の原因を特定しやすいと思います。よろしくお願いします。と来ています。そのため、まあ、回答としては、喉は徐々に悪化し、痰も出ます、鼻水は出ません、発熱もありますという形で回答します。これはおそらく生成にすごく時間がかかっているパターンだと思いますので、ちょっと次までにさせます。すみません。一応はこれは、医療アドバイザーとして、機能させるということができます。また皆さんの携帯でも触っていただくことができますし、いろんな質問に関して、全て答えてくれますので、ぜひお試しください。次はビジネスの活用を、想定したブレーンをお見せします。ご存知の野村証券さんのエージェントをお見せいたします。これは野村証券さんのウェブサイトやさまざまな公開済みのテキスト情報を一括で学習し、適宜回答を行ってくれるブレインとなっています。では、質問します。おすすめの証券について紹介してほしいんだけど。書いてあるんですね。野村証券ではお客様の投資目的やリスク許容度に応じて様々証券商品取り扱っています。株式、投資信託、債券など幅広い商品もございます。お客様の要望や目的に合わせて最適な商品をご提案させていただきますので、具体的な投資目的やリスク容量などをお教えていただきますと、より適切な紹介をできますと。では、リスクを少ない形でお願いします。リスクを抑えた投資を望んであれば、投資信託がおすすめです。投資信託はプロの運用会社が運用する商品で、複数の銘柄に分散投資することができます。まあ、このような形で回答